はい、始めますね。何をだっていう話なんですが、私がちょっと夜ですね、一人でラーメン店に入ったんですね。初めてだったんですよ、そこ。もうめんどくさいんでラーメンを食べてね、食べようと、どうだろうな、12時は行ってない、11時ぐらい、深夜って言っていいかな。でまあ一人で入って案内されて、そうするとまあ食べ始めたところに、カップル、若い男の子カップルと、もう一人男の子、なんか先輩ずらした要するに、カップル、じゃない方、普通にぶつかってきたんだよな、今降りてきて、先輩カップルと先輩が話してる内容がちょっと面白い話だったんで、ちょっと皆さんにねちょっとご紹介しておきたいなと思って、まあなんかちょっと、ちょっと上から目線でカップルに対してちょっと先輩ずらしてこうでああでとかいろいろ話して、面白い話が耳に入ってきたんですよ。要はなんか車、ちょっと車とかあのバイクかなんかで、まあ好きみたいでの走り屋みたいなことやってて、事故して入院したらしいんですわね。本人が事故をして入院してたところに友達が、友達がお見舞いに来てくれたと。でお見舞いに来てくれて、でまあお前ら気をつけろよみたいなこと言って、あの早く病院から退院しろよ、あお前らじゃお前なあのっていうような友達が言って帰ってったら、その病室にその子が30分か、まあ、1時間ぐらいしないうちに救急車で運ばれてきたっていう話をしてるんです。要はその子も車で来ててお見舞いに来て帰っていったところですぐ事故に遭って、その緊急病院に運ばれたっていう話をしてるわけですよ。うん、全然静止画じゃんこれじゃ、全然静止画じゃん、何にも動いてくれないもん。なんだよね、そういう話をしてるんですよ。もう一匹はここの横でずっと遊んでるし、困ったなこれでっていう話なんですよね。なんか聞いた時すごい面白かったな。でそれをすげえだろうってすげえだろうって話してるんですよ。で結局話してる内容はすごいことなんだけど、本人はすごいだろうって言ってるけど違うんですよ。何が言いたいと、俺ならもっとうまく喋れると思ったでも今話してみるとやっぱり人のことだとちょっと違うな、あんまり面白くなかったなっていう話なんですよ。だってシチュエーション的に本人これが事実だとしてすごい面白い話じゃないですか。お見舞いに来てて、じゃあお見舞いって言ったらそのまま、まあよくね私たちだったあの面会に来てくれて、また そいつもすぐ捕まってきたみたいな話と変わらないというか変わらないですけど、そういう話ですよね。そういう話じゃないか、そういう話とは違うか、でもそれに近いものがあるじゃないですか、それに近いものがあるじゃないですか今ちょっと目やにを取りましたどうだ、そうなんですよ。まあそんな話なんですね。まあ今日はこの辺にしときます。はい。